さあやっていきましょう。最終日7月の30日皆さんハンカチのご用意はできてますか。今日は7月30日プロレス記念日、梅干しの日だそうです。梅干しの日なんてあるんだね。梅干しを食べると難が去ると昔から言われてきたと。難が去る、7、去る、30、730、難が去るの語呂合わせ、梅干しの日。なるほど。いやー最後か、感慨深い。じっくりと見ていこう、やっていこう。じゃーん、さっきスペシャルゲストから予約が入ったよ。お、ん、どういう意味？仕事は全く一段落してないんだけどここが気に入ったから休み取ってきちゃうんだってさ。誰のことなんだろう。じゃあいただきます。いただきます。あの人だよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。と、いやー30日になってもこの景色は変わらず。さあ最後の一日しっかりと遊んでいきましょうかね。まずは昼の診療、昼の診療じゃない、昼の朝日荘なんだっけ、茜荘だ、茜荘からやっていきましょう。スペシャルゲストから予約が、あ、おーっと、あ、ほんと、チョコカコ姉妹そこにいるんだ、最後。よいしょ、こっちから行こうかな、じゃあ。最後だし、お金使っとくか、ちょっと。何食べようかな。じゃあ、コーヒー牛乳、買う。ちゃんとお金を置くのが偉いよね。お金置いたのか、僕くんは。ニコーあとはアイス。お腹壊しそうだな。メロンアイス。あ、ヤマトのプラモデルなんてあるんだ。へえ。メロンアイス。これってあれ？いつ食べるの？これ。買ったけど。持ち物に入ってんのかな？メロンアイス。あ、食べる。食べた後の容器は女の子のままごとに使われるんだ。あ、もうこの時代からあるんだ。これ中にメロンアイスっていうよりかメロンシャーベットみたいのが入ってるんですよね。あ、この時代からあるんだね。これ昔食べたことあるわ、子供の頃。むしゃむしゃむしゃ。っていう感じなんだ。メロンの形のメロンアイスはメロンパンと同じ味。メロンの味しないってこと？でも最近はメロンの味がするメロンパンなんていっぱいあるけど。さてさて、チョコカコ姉妹。こんなところにいたか、なんだろう。座っちゃって。うちのパパ、もう冒険家やめるんだって。おじいちゃんの会社を継ぐんだよ。日本で一番大きいアジの干物の会社だよ。もうこの辺りの海には宝物はないだろうって。というわけでパパの代わりに私が冒険家になるんだ。冒険家になるのは過去の方だよ。私だよ、過去だよ。仲がいいのか悪いのか、二人ともなればいいんじゃない。二人とも無理だよ、まあ、なればいいんじゃないと。なんで？それにしても私たちって気が合うね。うん。なんなんだこの二人は。年の夏、私の一番の思い出は、僕くんとデートしたこと。おお。過去の一番の思い出は二人のデートを覗き見したこと。楽しかったよ。ありがとう。はい、ありがとう。あー、もう締めに入っちゃった感じ？締められちゃったね。これで終わりか？それにしても私たちって本当に違うよね。これは、うん、お姉ちゃん大好き。っていうことなんだ。まあチョコカコ姉妹の新しい登場で退屈な時間が結構なくなって、いい意味で振り回されたかな、この1ヶ月。チョコとカコ、さようなら、元気でね。いつまでも仲良く喧嘩しな。仲良く喧嘩しな。さようなら、君たちに名前をつけた謎々姉妹ってどうだろう。あ、さようなら、君たちに名前をつけた謎々姉妹ってどうだろう。なるほど、ここで伏線回収になるのか。ふーん。沈没船と謎々姉妹だっけ？謎々姉妹と沈没船だっけ？なるほどね。さて。最後の一日か。もしかしたらもうこの人たちとは
話すことがないかもしれないし、また何年後かにこのゲームをやることになるのかもしれませんね。どうなんでしょう。またそんな思いを馳せながらやるゲームも面白いかもしれない。さて、小説進んだかな、最後の一日。君、ずいぶん長い間こっちにいるけど、いつ頃帰るの？明日だよ。あ、なるほど。それで今夜みんなで集まるんだ。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。というわけで、今夜は君も忘れずにちゃんと来るんだよ。あれ、そんな感じか。さてと、まあ最後まで進まなかったって感じかな。まあ虫と缶は全部集められないもんね、王冠は。で、コメントの方でちょろっとあったんですが、ここの部屋に入った時のテレビで安田さんじゃないや、谷口さんが捕まったニュースが流れてる時がある。あ、テレビがついてない。そんなニュースが流れてたのか全然気づかなかったな。2号室は誰もいないよね。いない。この部屋テレビないよな。サイモンの部屋もテレビなかった気がする。で、2階、ここはイベントが起きないね。あ、洗濯機が回っている。誰かいるかな。あ、おばちゃんがいた。ここから見る景色もそろそろ見納めだね。そうだね、僕くん帰っちゃうんだもんね。あー、やばい、泣きそうになるかもしれん。あれ、見納めなんて難しい言葉よく知ってるね。テレテレテレ。いやー、おばちゃんはさ、本当にだって、いやー、おばちゃんには助けられたな、本当に。さてさて、みんなの話を聞いていこうかな。ここから降りるでしょ。待って、サイモンの部屋行ってないな。サイモンの部屋。こっち。いるのか？なぎささんと結婚とか、よくもまあ抜け抜けとどこ行きやがったあいつ。まあ、朝顔の写真でちょっと見直したけど、一晩考えたけど、やっぱり許せないな、サイモンは。なぎささんを僕にくださいもんとかって、なんか、なぎささんのお父さんにダジャレを言って、許しをこうたなら、ちょっと見直したけど。あの外人そんなことしないだろう。ビヨーン。あ、おじちゃんだ。ボクちゃん、おめえ家に帰って母ちゃんに抱っこされたらわーわー泣くだろ。泣かないよ。どうせ大人になったら泣けねえんだぞ。あ、これ昨日聞いたか。子供のうちに泣いとけ泣いとけ。あれ、そういえば僕、お父さんやお母さんが泣いたのって見たことないや。いいセリフだよね、ここ。海岸には誰もいないから、結局ひかりちゃんがこの猫屋敷に入ってったっていうのは特に何も触れられることはなくって感じかな。とりあえず今日もひかりちゃんの占いを昨日の夜聞いたけど、朝も聞くかな。あれ、止まっちゃった。あ、大丈夫か。ああ、こっち。いた。ねえ、あんたんちってひかりが遊びに行ったらちゃんとご飯とか食べさせてくれるかな。え、どういうこと。まあ食べさせてくれると思うけど。じゃあとりあえず食費は問題なしね。なんだ。もう来る気満々だね。今日はじゃあお願いします。ひかりちゃん1ヶ月お世話になったね、本当に。はい、ひかりちゃんいなかったら実況が成り立たねえよ、これ本当に。夜の海岸、これは前昨日書きましたね。さあ、あー、もう勝ち。次は4番聞くかな。4番。夕方の公園か。これは追加だな。まあサイモンでしょうね、夕方の公園って言ったら。じゃあ8番、昼間の民宿2回今行ってきたが、はい。じゃあ5番、夕方の海の家も書きましたと。じゃあこんなもんだね、いいえと。じゃあ、さて、昨日の占いの昼の診療所をチェックして、どうしよう。ぐるっと回っていくか、戻ってくるか、どうしようかな。ぐるっと回ってヨニちゃん家行って帰ってくる感じにするか。それでちょうど夕方くらいになるだろう。よいしょ。
ああ終わりか、今日もこれで渚さんと話すのはもしかしたらこれで最後になるかな、おじいちゃんとも。あ、寝てる気持ちよさそうに寝ている。最後寝ている。気持ちよさそうに寝ている。あれ寝ちゃってるじゃねえか、二人とも。呼んどいてそれかい。寝てるよ、渚さん。よいしょ。じゃあこっち。この道も1ヶ月通りまくったな。でもね、この実況が終わっても夏はちょうど、まあもう夏なんですが、8月ですね、これからといった感じで、またなんかこの僕の夏休みのゲーム実況を通して見てもらって何か感銘を受けた人は何かそれっぽいことをするといいかなと思います。俺もやってみたいな。まあなんかやればぜひ動画にしたいかなとは思うんですけれども、まあそういう機会があればいいな。お、いたいたいた、少年たち。ねえ、僕くん、明日、本当に帰っちゃうの？うん、そうだけど。なんだか全然実感が湧かないや。うん、僕もそうだね。僕、なんだか9月になっても、このままここにいれるような気がするんだ。なるほどね。あーなんかしんみりしてきた。でもこの僕の夏休みはその夏休みの間だけこの田舎町に暮らしに来るっていう、その大前提がすでにこの期間が決められちゃってるっていうのがちょっとずるいよね。ずるいっていうか、うまくできてるというか、もう最初の1日からあと30日までしかここにはいられないっていうのを知りながらも進めていくっていう、終わりをが定められてるっていう、そのね、いやーしんみりくるわ本当に。さてじゃあ金曜に頑張ってもらおう。最後も弱い虫で百姓も目指してみてはっていうコメントも何件かあったんだけど、とりあえず強い虫を倒そう。よいしょ、金鬼。強いわ、ほんと強いな。これでいいかな。小釜いきなり倒せるか。それ技を全部覚えちゃったやつだね。力じゃ負けないだろ。ただ相手レベル3だからな。頑張れ頑張れ。力では負けない。うん、早い早い早い。でうっちゃりもないからささっと押し出しちゃう。オッケー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 。はあ、負けちゃった。よし、まずは一勝。じゃ次は俺の番ね。深山か。深山は相性がいいですね。相手の技は全然当たんないし、こっちはバシバシ相手の技、うん、相手に技当たるだろ。オッケー、ぶちかまし。もう全部深山でいいよ。こらえろ。今日全部深山で来てください。よし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 。あー悔しい。押し出し82勝。次僕の番か。小カマキリか。まあ勝てるとはもう、うっちゃりがないやつ。おーっと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 。わー、負けちゃった。うっちゃりがないやつは別にちょっと安心して見てられるかな。もうオッケー、83勝。強くなりたいよ。いいね、やっぱ金鬼強いわ。じゃ次は俺の番ね。大クワか、これだな。ここが最初の鬼門だね。力がとにかく強いからな、大クワは。うん、それでも勝つ、強いね。で相手が技出す前に、うん、そうそうそう、ガンガン押してこう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 。うっちゃりは持ってないから、よし勝ったろ勝ったろ。よし、オッケー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 、よくやったよくやった。84勝。次は？次、僕の番か。平田にはチェンジですね。相性悪いんで。平田は、じゃあ、コカマハリケーン行くか。いや、久しぶりの海パン出そうかな。海パンは、序盤はほどほどのエースだけど、中盤はこの海パンが頑張ってくれました。頑張れ！頑張れ。いやー、強えな、平田は力があるな。お、なんか、引いてたぞ。技出していこう。ぶちかまし一発でいいよ。よっしゃ、入った、オッケー、勝ったな。これは勝った。で休むんだよな、平田は。平田は休むからな。お、ガブリオリ。ちょっと、大丈夫かな。押し切る、押し切れる。おー、いいねー。押し出した。強くなりたいよ。海パンも育ってくれたよ、本当に。次は？じゃ、次は俺の番ね。藤宮山来ました。いけ待ってました、宮山クワガタ。ここは金鬼ですね。やっと戦い方慣れてきたな。ここに来て。
また1年後ボクナス実況やるか分かんないけど、やる機会があればまた忘れてんのかな。最高、よし行け、頑張れ。71ミリだってでっか。うい、ぶちかまし、いいね。もう相手繊維喪失でしょこれは。はい、ぶちかまし。あー負けちゃった。すげーな。85勝。僕の番か。コカマか。コカマはなんか気絶技、麻痺技、あのバシって両カマで殴られてくるのさえ出なければ勝てる。出ないぞー。オッケー、86勝。負けちゃった。早い早い早い。じゃあ次は俺の番ね。大クワガタ小さいね。まあ楽勝でしょう。頑張れ、よし行け。やっぱでも力強い。おお、技空振り。おお、当たる。オッケー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 。押してこう押してこう押してこう。これが痛いんだよな。一発く、よいしょー、浴びせ倒しじゃない、なんだあれ。あ、角刈り投げ、強い。角刈り投げなんて大技中の大技。おお、でも百勝がちょっと見えてきたかな。頑張れ頑張れ。コカマはもうスピードで押し切る。よし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 。押し出し。88勝。強い強い強い。今日はメスが出てこないな。言わなきゃ。次は俺の番ね。余計なこと言ってまたメスが出てきたら嫌だからな。よし、 OK。 行け金鬼。藤宮山は相性抜群。ぶちかまし。いいぞ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 。押せ押せ押せ。うわちゃい、ぶちか浴びせ倒し。負けちゃったよ。浴びせ倒しが一瞬敵の技に見えちゃうんだよね。僕の番。ここだよな、カブト。カブトが意外に強いというか技の威力が高いんだよね。背中押しすぎたかな。ちょっと慎重に行こう。4回くらい頑張れ。89勝まで来た。頑張れ、ここだぞ、ここ。相手が技出す前に押し切れ押し切れ押し切れ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。90、よし、90まで来た。90まで来た。じゃあ次は俺の番ね。うわ、オークアのビッグサイズは強そうだな。うわ、やる気満々。これ力強そう。頑張れ、見えてきたぞ。ちょっと、よし行け。頑張れ、力では勝ってる。あとはスタミナか。頑張れ、よっしゃ、見せ直しじゃない、角刈り投げ。負けちゃった。いいね、大技。あれ出れば確実に相手場外に出るな。91勝。僕の番だ。これがうっちゃりしてくる。こいつがうっちゃりしてくる。ここはやめましょう。ここは相性の良し悪しではなく、ここはちょっと、ここは今日はコカマハリケーン頑張ってもらいましょう。コカマ切りはこれは相手押し出すっていうよりかは技でスタミナ削り切るタイプなので、うっちゃりが出る出ないの前に技で倒してくれればなと思うが、さあ力では、どっちだ。よし、いいぞいいぞ、技出てる。力では勝ってるな。はいはい、技出していこう。技バシバシ出していこう。これでスタミナやや勝ち。ガブリ寄りは意味ないぞ。あーっと、ミス。いや、その技出ればいい。ガシガシって出れば。あー、張り手出てほしい。当たれよ、張り手。わー、負けちゃうってば。よし、相手麻痺させた。よし、勝った。これは強いね。オッケー。あー、強くなりたいよ。麻痺しちゃったらもううっちゃりもなんもないだろ。じゃあ、次は俺の番ね。奥は、オッケー。よし、じゃあ次は、もちろん、手持ちを変えて、金鬼行きましょう。91勝。頑張れ、金鬼あと9だ。意外にこのちっちゃい奥歯が強かったりするんだよね。よし、力では勝ってる。よし、浴びせ倒し一発入れた。浴びせ倒し、かなり相手を奥に押すから強い。浴びせ倒し、ぶちかましい。来た、突っ張り。踏ん張れ、こらえろ。押し出せ。いやー、やばいか、これ。頑張れ。よし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 、今の大きい。負けちゃったよ。これ勝ったのは大きいよ。92勝。いけるかこれ。次、僕の番か。平田、相性悪い。下げよう。富士宮山出してよ、宮山か富士宮山を。じゃあカブトムシ行きますか。ジャンボ横綱。横綱って言われるには10敗も喫してるけども。頑張れ、ジャンボ横綱。うわ、力強えな、おい。押してこう。うっちゃりがあるからね。はい、うっちゃりミス。あ、押し切れない。押した。大したやなら。よし。負けちゃった。危ねえ。押し技覚えた。たここに来て新技。どんな技。よっしゃ、うっちゃりミス。次は俺の番ね。来た、富士宮山。待ってました、富士宮山。よし。いい感じだぞ。いい感じ。サクサクといい感じです。金色の稲妻。頑張れ。いけ。
まあ、みんなの相手には負けねえだろこれきっと。よっしゃ、押してけ押してけ押してけ。はい、いいねいいねいいね。はい、自爆、自分で下がってった。あー悔しい。押し出したというよりかはあいつ自分で下がってったように見えたけど。93勝、僕の番か。大クワか。まあいいでしょう。いけるかな。頑張れ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 。よし、力で勝ってる。わー、負けた。これがね、これが強いよね。大クワは突っ張り出す頻度が高いから。怖い。あー、やばい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 。負けた。頑張れ。よし、ぶちかまし。押し出せる押し出せる押し出せる。おっしゃー、オッケー。あぶねー、強くなりたいよ。相手突っ張りしてきたらやられてたな。次は俺の番ね。来たか、オークはビッグサイズ。突っ張りが怖いな。背中あんまり押せないな。頑張れ。おっと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 、今当てて、当てておいてほしかった。頑張れ頑張れ。よし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 、相手下げた相手下げた。よし、体半分出てる。もうちょっと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 、いけ。よし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 、96勝。いいぞ、いける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 。ごめん、持ってないよ。あ、ここで終わり。じゃ次は俺だね。来た、96勝じゃない、95勝か。これで落ち着け落ち着け落ち着け。いけ、よしいけ、よしいけ。頑張れ頑張れ。相手結構赤ゲージ、赤ゲージあるな、怖いな。いけ、うー、来た。これが連続で来る。浴びせ倒しミス。あー、自爆、こらえろ。一発でもぶちかましが出れば有利だけど、うおっと、よし、やべ、あ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 ぶない。なんか今動いたのが怖い。じゃ次は俺の。まだ持ってるか、たけし。たけし、お前まだ持ってるか。勝負。よし、いけ。カブトムシ強いからな、一撃が強い。ささっと終わらせてほしい、相手が技出す前に。怖いな怖いな。よしよし、踏ん張れ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。稲川淳二出たけど OK。 97勝。これ持ってない。いやー、強いランク終わった。持ってないみたいだな。今日は強いランク全部終わった。じゃあ弱い行くか。弱いで2勝頑張ろう。これでいいかな。弱いで2勝行きましょう。こうなったら、こうなったら弱いとは戦わねえなんて言ってらんないもんね。今日調子いいからね。行くしかない。頑張れ。まあ、おい、弱いは負け。あ、でもうっちゃりがあんのか。やばい、ちょっと危ね、危ない危ない危ない。今忘れてた、うっちゃり。負けちゃった。うっちゃり忘れてた。弱いだ、あと1回。じゃ次は俺の。宮間クワガタ、よかった。お前ほんと正義だわ。ほんとありがとう宮間クワガタ。さよなら、ありがとう。そしてさよなら。いおいおい、これも遊び、これも遊びだから。踏ん張れ、こらえろ。よし、オッケー。あー、負けちゃったよ。よし、来た、ここまで来た。99勝。僕の番か。間に合わないと思ったけど、まあ弱いでちょっと2回ほど戦わせていただいた。最後一生はキングでいきましょう。じゃあこれでいいかな。コカマキリ頑張れ。舞台は整った。キングサイズ100勝目をかけて最後の戦い。技出すんだよな。技の威力と頻度が高いからあんまりスタミナ削りたくない。これぐらいでいいと思う。いけ、頑張れ。睨み合い、睨み合いから、よしよし、スピードスピードで、よっしゃ、ぶちかましい。いいぞいいぞ、勝て勝て、やったー、勝った、負けちゃった。よしよし、100勝いった、100勝いった。超嬉しい、超嬉しい。あー、すごい達成感だ。まあ当初の目標はね、弱いとは戦わないってことだったんだけど、あと3勝で強いが切れたみたいだったんで、弱いで2回戦って最後キングで100勝っていうちょっとプランを変えたんですけど、100勝いった。はあ、痛みに耐えてよく頑張った。本当に感動した。はあ、ありがとうありがとう少年たち。4年ぶりもまた熱い戦いだったよ。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。はいよ、僕くん、またね。またね、ありがとう、しげる、たけし。いやー、勝ってやったな、僕くん。猫ちゃんがいるけども。さっさっさっと。じゃあ、お兄ちゃんのところ行って、狼親父に会いに行くかな。そしたら、夕方になってるだろう。いた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 。ちょっと奥にいるんだな。よいしょ。いよいよ明日だね。そうだね、多分私も同じ船で帰るんだけど。そうそう、
ここに忘れ物しちゃダメよ。忘れ物すると誰かが塩立の郵便局まで出しに行かなきゃいけないんだから。なるほどね、うんうんと。僕、明日見送りに行けるかな。え？どういうこと？いや、なんでもない。それより僕、安子ちゃんたちを見送ったら本格的に泣いちゃいそうで怖いんだよね。あー、もう終わりか。そういえば、来年の夏休みには国道が開通してるんだよね。あれ？帰省もバスになっちゃうのかな。あ、そうなんだ。そしたら船頭さんの仕事がなくなっちゃうね。まあ1975年っていうときっとどんどん日本が活気づいている年なんだろうな。これからもう先10年くらいは日本元気だろうな。よいしょ。さて、狼じじいに会いに行くか。もしかしてあのイベントの後、狼親父とは会えなくなっちゃったりするのかな。どうなんだろう。あ、最後これか。蜂で戻るかな。狼親父いるかな。あ、いないんだ。もういないんだ。あー、会えないんだ、あれで。あ、そうなんだ。さて、じゃあごめんね、僕くん。いつもの。あらら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  ら, ら。あらららら。痛そうだ、僕くん、ごめん。あ、こら、蜂の巣には気をつけなくちゃダメよ。ごめんなさい。回数重ねるたびにおばちゃんの口調がきつくなってるな。これで夕方になったかな。4時過ぎたら夕方だよね、このゲーム。あ、3時、まだ。まだお昼の時間帯か。じゃあ昼の、民宿の2階ちょっと狙ってみるかな。早く来すぎて、もしかしたら朝の判定になってたりするかな。さて、昼の民宿2階、どうだ。じゃがじゃん。あ、よーし、かお姉さん。早々と見つかっちゃったか。あのさ、いろいろと騙してて嘘ついててごめんね。うん。あれ、何か用事ができたから帰ったんじゃなかったの？もう戻ってきて大丈夫なの？まあ一応ね。だってあとは先輩諸氏がうまくやってくれるし、私バリバリに新米だからさ。それで逆に長い張り込みだって任せてもらえるんだよ。張り込みね。あと、実は谷口さんのことだんだん悪い人だとは思えなくなってきてて、ちょっと複雑な心境なんだよね。そうなんだ。そんなこんなで、とにかく私だけ3日間お休みをもらったんだ。そうか、これでやっと謎が解けたよ。いいな、女子大生って休みが長くて。あれ。そうだよ、小学生。いいやりとりだね。やべ、日記全然書いてない。やべ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 、消えちゃったかな。大丈夫かな。見送りで泣いちゃいそうな陽兄ちゃん、本当に泣いたら恥ずかしい。泣くかもしれないから見送りに来ないなんて、僕もちょっぴり気持ちがわかる。おお。女子大生が戻ってきたよ。お休み長くていいよね。複雑な心境なんだって。僕も休みが終わるので複雑な心境さ。あ、よかった、潰れてなかった。実は他にもじっくり考えたいことが出てきちゃったんだ。でもね、こっちの話は教えてあげないよ。なんだろうな。まあ吉川お姉さんはでもちゃんと子供に対しても頭下げで謝るっていうのはやっぱり対等として見てるっていうのは嬉しいよね。しっかりとした大人だわ。あー、サイモン、どこにいたの？家に帰るとき、お父さん、お母さんにお土産は持っていくの？まだ何もないけど。じゃあね、とびきりの笑顔になって家に帰ってごらん。そしたら、お父さん、お母さんもきっと喜ぶから、いっぱい笑顔を見せてあげるんだよ。サイモンのくせにいいこと言うな。笑顔？そう、多分一番大切なものの一つね。お金かからないし。そうだね。
サイモンいいこと言ったな。じゃあ夕方の海の家に行きますかね。夕方の海の家と夕方の公園ですね。あとイベントは、そして夜の海岸っていうのは、これが一番のイベントかな。多分今日の動画はちょっと残りのイベントもあるから少し長くなるのかなと思います。おお、吉川お姉さん、そして海の家の方に行ったのか。渚さんは現れなかったか、最後は。残念。あとはもうサイモンに任せよう。私もうここで何万年もの間ずっとギターを弾いてたような気がするな。どういうこと？今はこの幸せな時間が永久に続くもののように、始まりも終わりもないもののように感じられるんだよね。じゃあ幸せは永久には続かないものなの？いや、そんなことはないよ。永久に続く幸せだってきっとどっかにある。なんだ、子供のくせにそんなことも知らないの？それは夢の中のことなの？いや、現実のこの世界のお話。夏が過ぎて流れそうだったね、今エンディングに入りそうな感じだったよ、今ちょっと。よしこお姉さん、ちょっと今のは勇み足。よしこお姉さんの日記ばかり書くね。永久に続くギターの調べ。女子大生はずっとギターを弾いてたよ。永久に続く幸せな時間。初恋の人だろうな、これきっと。僕くんのちょ、めっちゃぶつかってる、ごめんね。はあ、なるほどね。じゃあ公園はどっち行ったら早いんだろうな。公園はこっちかな。あ、絶対海に潜っちゃった方が早いな。公園は失敗した。まあ時間に余裕あるもんね、まだね。で、夕方の公園できっと多分サイモンが写真撮ってるんじゃないかなと思うけど、狼ジジイともう一回話したかったな。あと渚さんと、まあいいか。あ、こっちじゃなかった。船の音聞こえないから船も止まってないから、安田さんはまあ来てないよね。あー、最後の一日ですね。この何の音もない波の行ったり来たりの音しか聞こえないっていうのもいいね。はい、いた、サイモン。ここでサイモンが仕事してるの見るの、これが最後だね。今ユーフィーがウィンクしてるからちょっと静かにしてね。おしゃれなこと言うじゃねえか、喋りかけてやる。ほら、またウィンクした。またウィンクしたって喋りかけた瞬間に、静かにしてねって言いたい。さて、じゃあおばちゃんに晩ご飯クイズでも挑みに行くか。船は止まってないよね。よし、じゃあここで飛び込もう。飛び込めるかな、ここから。飛び込めないんだ。じゃあここから飛び込もう。いやー、みんなに話しかけたな。人に話すっていうのがこんなに、なんだろう、面白いというか、主なテーマになるゲームってなかなかないよね。いいゲームだと思うわ。夜の最後のイベントは追加キャラクターのチョコカコ姉妹とスミレちゃんも来たりするのかな。間に合うかな。もしかしたら呼ばれるかもしれないな、これは。よいしょよいしょ。お、間に合いそう。どうだ、間に合ってしまったか。おばちゃん、最後は当てさせてもらおう。いやー、いかにエビに。ちょっとね、これずるいわ、これは。これは分からんわ、おばちゃん、これ。勝負。僕くん、今日の晩ご飯は何だと思う？オッケー。イカとエビだったらシーフードカレーでしょ、これ。イカ団子、いや、さっきの、いや、シーフードカレーだと思うよ。今日の晩ご飯、楽しみにしててね。オッケー。これ、最後きっちり当てたいな。さて、呼ばれるかな。6時で呼ばれますね。あと30分か。もう行くとこねえな。で、なんかお菓子でも買うか。チューチューアイス、オレンジガム、ベースボールバー、串イカ、串カステラ、カツ、ボールガム、梅ジャムせんべい、あ、懐かしい。え、ベビースターラーメン、あー、いいね。北極バーってなんだろう。北極バーってアイス、バニラアイスかな。卵アイス、懐かしい。白夢、あ、わかんない。バニラアイス。さて、晩ご飯前にじっくりとお金使っちゃった。
チューチューアイス食べる。むしゃ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 。なんだ？チューチュー吸った。とっても美味しかったって。僕くんがアップになるところがいいな。こっちかな。あ、アップになんないな。じゃあこっちか。ここか。ここで食べるのがいいか。オレンジボール、あー、オレンジガム。これまだ売ってるよね。風船の色は白。うん、まあ食べちゃったらね。ガム噛んでる、ガム噛んでる。口の中にいっぱい広がる不思議なオレンジ色の味。オレンジ色の味とは。ベースボールバーって何？包み紙たくさん集めて丸めると野球の球に使える。あ、だからベースボールバーっていうの？絶対違うよね。ホームランバーでしょこれ。今で言う、今もないホームランバーって。どうなんだろう。ニコー、ベースボールってどこの国の言葉だっけ。え、英語だと思ってた。どうなんだろう。串イカ、串カステラと比べるとなんだかこっちは大人の味だ。串カステラ、ああ、まあそっか。美味しいよね。ちょっと甘じょっぱく辛くて。ニコニコしてる。なんかなんだこの顔。酸っぱいイカさん、ちょっとだけ歯に挟まった。あ、ある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 、そういうのあるある。串カステラ、これは美味しいよな。串に残った食べかすがとっても気になるおやつだね。ペロペロ舐めとっちゃうわこれ、俺食べたら。お腹減ってきた。あ、手をはたいてんのか。ニコ、甘いのは好きなんだな僕くん。串にちょっぴり残ったのがなかなか取れない頑固なやつ。あの硬くなってるやつがね、こう前歯でガリガリ取るやつだよね。ちょ、竹串のあのささくれみたいなのも取っちゃったりして、ペッてやったり。なんかいいよそういうの。串カツ、うん、カツか。味はなかなか好きだけど、どこかどこを食べても衣ばかり。まあ駄菓子だからね。お肉は入ってない。ニコ、薄くて小さいけどとっても美味しいや。懐かしいね。ちょっとなんか駄菓子屋さんに行きたくなったわ。青や赤や青のが好きなんだけど、うちの近所は白だけなんだ。へー、ボールガム。ガムはほにゃんほにゃんほにゃんって音するのか。あ、食べてる。口が動いてるね。小さなガムはすぐ味がなくなっちゃう。もっとたくさん食べたいな。晩ご飯前にこんなに食べてたら怒られるな。名前は梅ジャムなんだけど、パンには塗らないものなんだ。あのおせんべいに、おせんべいっていうのかな、なんかおせんべいっぽいやつに挟むんだよね。高級でナイスな大人味がした。高級かな、まあ、酸っぱいよね。あ、ベビースターラーメンってこういうパッケージなんだ。1975年は。あ、そうなんだ。袋の底に残ったやつも一粒残らず美味しいな。これをね、もんじゃ焼きにかけて食べると美味しいって言ってましたね、上島もんじゃの店長さんが。なんだこの顔。口の中いっぱいに香ばしさが広がった。なるほど。北極バー、僕の歯磨き粉と同じ味だけどとっても好きな味。あ、え、そうなの？ミント味ってこと？北極バーって歯磨き粉と同じ味すんの？あ、子供の頃の歯磨き粉はなんか甘いってこと？これで白クマに勝てるかな？無理だろ。ワンパンだな。卵アイス懐かしいよね。ゴムや、ゴム破らずに食べたなら水を入れるとヨーヨーになる。そんな昭和な遊び方があるんだ。どうですか？あ、ニコ、やっぱ甘いの好きだな僕。口の中いっぱいに白くて黄色い不思議な味が広がった。甘いよね卵アイス。白夢、あー、これセブンイレブンで売ってたりする。今もかき氷の中にアイスなんて最初はちょっと驚いたね。あ、それを白夢って言うんだ。この時代の頃の駄菓子というかお菓子、アイスなんでしょうか。この顔。かき氷とアイスクリームの絶妙なブレンドはしばし僕を感動させた。なかなか僕くん詩人だね。小説家になれるんじゃないか。バニラアイス、バニラの味は好きだけどニラは嫌いなんだよね。聞いてないけど。甘いの好きだからニコだろ。あ、ニコじゃないんだ。渋い顔、なんかニコニコはしてる。優しい味のバニラアイス、なんだか大人の世界かも。そうかなっていうことですかね。お菓子類は。さ、じゃあ無駄に時間を行き来して、場所を行き来して時間を潰すかな。でもまあ吉川お姉さん帰ってきたな。まあ突然の別れだったけれども、またここが居心地が良くて休暇を届けを出して帰ってきてくれるっていう。最後はまたおじちゃんに捕まるか。捕まったかな。もう一画面かなこれ。あの車が沈没したこと誰も触れなかったな結局。あ、捕まった。
こんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ。帰るぜ。これを聞くのも最後か。さて、シーフードカレーで会ってくれ。お願いします。最後当てたい。シーフードカレー来い。よし、シーフードカレーだろこれ。あのさ、どうした？何？父ちゃん本当は大工に戻りたいんだろ？そうだよ、戻れるなら戻りて、それが本音だ。でもそれができるかどうかは話が別だぜ。真面目なおじちゃん。どういうこと？もういい年だってことで諦めてるんじゃねえんだ。駆け出しのやつよりは動ける自信があるし、でも給金も最初は連中と同じになっちゃうだろうから、ここを辞めたらさすがに食べていけなくなるだろう。じゃあ父ちゃん、この民宿を俺にくれよ。え？ねえたけし、それどういうこと？俺が高校を出るまであと7年だけここを続けてくれよ。あとは父ちゃんが大工をやろうがなんだろうが関係ねえよ。かっこいいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お、吉川お姉さん。あれ、お姉ちゃん、なんでここにいるの？みんなでお別れ会するよ。とにかく浜辺に集合してね。おじさん、おばさん、私ずっと騙しててごめんなさい。まあ仕事だからしょうがないよそれはね。つっても吉川お姉さんもあと3日でここを別れちゃうっていう。ボクちゃん、ね、今年の夏楽しかったね。そうだね。俺さ、大人になってから今年の夏のこと絶対思い出しそうな気がするんだよね。うん、そうだね。ねえ、たけし兄ちゃん。ん？なんだ？何？いろいろとありがとう。え？よせよ、礼なんていらねえよ。まあ、あっちに帰っても元気でな。そして私たちは無言で握手をした、うん、さてと、みんな横の浜辺に行ってるみたいだから俺も先に行ってるよ。で、これで夜の部がスタートか。いやー、たけしの旅館を俺にくれっていうのはちょっと泣きそうになったな。いいイベント、嬉しいだろうな、おじちゃんもおばちゃんも。たけしの重大発表。父ちゃん、この茜屋を俺にくれ。かっこいいな。なるほどね、おじちゃんが大工に戻れるようにたけしは言ったに違いない。そうだね。僕とたけしが握手した。本当にいろいろありがとう。握った手と手が温かい今年の夏の思い出はきっとずっと忘れない。なるほど。いや、いいゲームだよ。俺もう本当に泣きそう。ちょっとうるうるくる、本当に。今年の夏は大人になってからも思い出すっていうのはいいね、いいセリフだね。あるかな、思い出す夏の思い出って。いつもの夏とは違うっていうことを言ってるんでしょ、たけしは。そんな一年だけ、毎年来る夏だけど一年だけ違う夏の思い出なんて皆さんあるかな。あらあらあら、お二人さんお暑いね。もう帰っちゃうんだね。寂しいよ。都会に戻っても私たちのこと忘れないでね。うん。ねえ、二人はいつから仲良しになったの？ね、二人とも生まれる前からいろんな色の糸でつながっていたんだよ。ちょっとお前黙ってるマジで。おいおい、黙ってるマジで。つまりこういう運命だったのさ。おい、運命って？うん、頑張ってご褒美をもらえた時だけ信じればいいものだよ。都合がいい。あとは失敗を神様のせいにしたい時もね。お似合いかよ。ちょっと慣れ初めを聞きたかったのに、本当に。ちょっと金髪の人黙っててほしい。来年も来るの？どうなんだろう、わかんないよね。おいよ、約束だ。お、かっこいい。まあ、僕くんはカレーにすると僕くん無視する時あるよね、たまに。運命のいろんな色の糸、サイモンと渚は生まれる前からつながってたよ。絡まった運命の糸一つ一つほどいていけばきっと誰かにつながるよ。何これ、何、僕くんちょっと小説家になった方がいいんじゃない？ねえ、
でも父ちゃんさ、もう結構年だし、本当に大工さんに戻れるのかな。そん時はそん時で俺が食わしてやるのさ。かっこいいね。そうそう、俺がここの主人になったらまず真っ先に僕ちゃんを招待してやるぜ。いい友情だ。いやー、それにしても楽しかったな今年の夏。ねえおばちゃん、僕いい子だった？うん、とってもいい子でした。おばちゃん、僕くんが本当にこのうちの子になってもいいよ。僕もおばちゃんが。と言いかけて、なんだか自分の母親に悪いような気がして。どうしたの？あら、僕くん、あなたってやっぱり優しい子ね。自分のお母さんに気を使ったんでしょう。子供らしい気の使い方だよな。今日の晩ご飯は、ほら来た、栄養満点のシーフードカレーとアジの唐揚げでした。いやいや、僕くん大正解でした。パフパフ。当たった当たった。さ、次の画面は、あれ、すみれちゃんがいないんだ。あ、いるすみれちゃんいる。スタンドみたいな。さすがジョリーンだ。ねえ、あんたんちって弟が生まれたし、働き者の女の子が家にいたら何かと便利じゃない？ひかりちゃん来る気か、マジで。もう僕くん尻餅ついちゃった。どういうこと？しげるが黙ってないぞ、それは。でも2学期の途中で学校が変わるとちょっと面倒なのよね。なんでリアルな話をするんだ。驚いちゃった。なんなんだだって。絵日記。光がなんか企んでるぞ。働き者の女の子がいたらってどういうこと？光が僕の家にやってきて僕の新しいお母さんになるのかな。違う、僕くん違う。お母さんにはならないけど、こう女性3人組、まあ、絡むことはなかったけれど。私さ、東京から帰ってきてすぐに思ったんだけど、以前より道も空もずいぶん広く感じられるんだよね。そうなんだ。うん、田舎は空も道も広い。こんなことが愛おしく感じられるなんてさ、なんだか私は永久に本当の都会っ子にはなれないのかもね。なるほど。ああ、東京に戻りたくないな。いやー、どうなんだろう。これもやっぱり東京都会か田舎かみたいなところなのかな。夏休み最後のスペシャルパーティーへようこそ。なんだか寂しすぎるパーティーだね。やっぱそう思う？まあ夏ももう抜け殻だけだもんね。そっか、8月30だもんな。私明日は見送りに行かないよ。なんで？だって寂しいじゃない。そうだね。あれ、今日はあのロケット少年がいないね。いないね。さ、すみれちゃん、この町にこんなにたくさん人がいるの初めて見たよ。そうそう、ずっと書いてた小説がやっと完成したんだ。おお、これまだ発売前だけどあげるね。すごい、売れっ子小説家のパイロット版っていうんでしょうか。うわ、すごい。あ、ありがとう。本もらった。こちらこそ、いろいろありがとう。いずれまたここに遊びにおいで。その時まで私がここにいるかどうかはわからないけどね。うん、わかったよ。はあ、なるほど。ごめん、せっかく電話もらったのに遅れちゃって。何してたの？ちょっと手が離せなくてね。ふーん。ねえ、私明日の今頃さ、もうこの町にいないんだよ。なんだか信じらんない。じゃあ帰らなきゃいいじゃない。それができれば苦労はしません。というわけで、こうやって君と話すのもしばらくお預けってわけ。
悲しいね。うん、かなり悲しい。でもしょうがないのである。そうだね。なんか強がってるようにしか聞こえないけど。あっちに帰ったらとりあえずすぐに手紙を書くよ。うん、ありがとう。まあでもなんだかんだで忙しくて遅くなっちゃうかもしれないけどね。じゃあ首を長くして待ってるよ。ねえ、そういえば僕、子供の頃の大切な別れの言葉思い出せなくて困ってたんだけど、昨日やっと思い出したんだ。え？何？特別な言葉なんかじゃなかった。だからやすこちゃん呆れちゃうかもしれないけど。え？なんだろう。やすこちゃん、いつも夕方家に帰るとき、また明日って言ってくれたんだ。あの言葉、僕がいつもどんなに嬉しかったことか。あれ、どうしたの？本当に呆れちゃった？なんでもない。さてと、お姉さんがなんか歌ってあげようか。え、お姉ちゃん歌えるんだ。あら、失礼しちゃうわね。歌のお姉さん、ね、私はガキンチョに聴かせる歌は持ってないの。だから君がこの夏少しでも大人になったら歌ってあげようと思ってたんだ。え、僕大人になったの？うん、せいぜい1ヶ月分だけどね。隠し嘘嘘、見違えるほどにたくましくなったよ。水の いい曲だった。それなんて人の歌なの？え？ハッピーエンド。へえ、そんな曲名なんだ。お、あ、もうこれで強制終了。そうなんだ。そういえば渚さんとサイモンのカップルはあのこの後僕夏4でちょろっと出るんですよね、確かムービーの一瞬に。そうだそうだ、つみれちゃんから本をもらったよ。一番嬉しいプレゼント、つみれちゃんこんなに太ってないはずだ。全然似てない表紙だな。それはパンダの白と黒くんでしょ。お前1ヶ月間誰の小説読んでる。パンダの白と黒くんだろそれは。おお、みんなでお別れパーティーだ。この日をきっと忘れない。夏休みの最後の夜にみんな仲良く集まってギターを弾いて歌ったよ。あー、これで終わりなんだ。あー、画面戻れない。あー、そっかー、別れ際のおばちゃんがな、明日のおばちゃんで泣きそうになりそう。うわー、さて行きましょう。というわけで7月30日終わりですね。でこの後このまま7月31日のイベントもそのまま実況します。さあやっていきましょう。7月31日、あ、そうか、このまま7月31日は何の日か調べないとね。忘れてた。7月31日、何の日ですか今日は。7月31日は蓄音機の日、パラグライダーの日。あ、そうなんだ。第1回パラグライダー選手権が7月の31日に開かれたと。なるほどね。チャリーンと最後のラジオ体操を終えて最後の日。あ、ちゃんと着替えてる。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあそろそろ荷物を持って船着き場に行こうか。忘れ物ないか？うん、大丈夫だと思うよ。この1ヶ月でほんと成長したよな、僕くん。安子よ、ちょっと寂しいかもしれんが、あちらでも頑張って暮らせよ。いや、泣いちゃった。こらこら、まるで赤子のようじゃの。じゃあ、気をつけてね。赤ちゃんによろしくね。俺たちのこと忘れんなよ。おじちゃんが泣いてんのか、
いやー、もうおばちゃんのこの泣き声やばいわ。そしておじちゃんは何も言わないんだね。塩立汽船をご利用いただきまして誠にありがとうございます。あ、ちょっと渚さんとサイモンもいるんだね。本船は40分ほど時間をかけまして塩立港まで。まあ会えない距離でもないし。あ、お兄ちゃんが気になるのか。そんな、ね、ボク君、ロケット、ロケット、ロケット、お兄ちゃんの三段ロケットだ。げえ、またどこかに落ちるぞ。やだ、落ちないで。え、落ちない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 。あー、見えた。まっすぐ飛んでる。やったー。粋だね、お兄ちゃん。見送りに行かないで打ち上げるっていいよね。あ、狼じじい見てたか。あ、よしこお姉さん。あー、いいお話だった。私はあの夏に起こった出来事をいつまでも決して忘れないだろう。最高。いいゲームだったな。これで大宇宙に行った。あ、そうか、それで言ってたロケットが月まで届いたんだ。かそうだそうだ。あー、いいゲームだったな。いや、いいゲームでした。これ2回目のゲーム実況だったんですけれども、まあリメイク版っていうことで新しい登場人物だったり新しいイベントだったり過去には回収できないものだったりも回収できたのかなとは思うんですけれども、2回目やってもめちゃくちゃ面白かった。まあ、1日1個ずつっていう縛りを設けて投稿してきたんですけれども、最後まで見に来てくれた人は何人残ってるかわからないんだけれども、最後まで、本当に最後まで見に来てくれてありがとうございました。また来年もね、思考をちょっと変えてまた僕夏実況をやりたいなと思います。本当にこんな一本一本長い時間のゲーム動画を見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。また明日。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画の続きが見たい方はこちら。そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。